イオングループイオンイオン株式会社は、千葉県千葉市美浜区中瀬に本社を置く、日本国内外304の企業で構成される大手、流通グループ、イオングループを統括する純粋持ち株会社である。東京証券取引所、第一部上場。世界11カ国に事業展開しており、売上総収入約8兆円規模の小売業世界第12位、日本第1位の業界首位となる。災害対策基本法における指定公共機関に指定されている。イオンとは古典ギリシア語、アルファニューに由来するラテン語で永遠を意味する。ただし、イオンというカタカナ表記は現代英語における発音に基づいている。ロゴマークには AEO の3文字を円環で結び、かつ A と E の合字であるを使った イーン表記を用いており、英文社名は書類上ではイーン CO、リミテッドとして表記されている。四日市岡田家の初代岡田惣左衛門が四日市旧六町で創業した太物、小物商、篠原屋を起源としており、六代目の岡田総一郎が呉服商、岡田屋呉服店に業態転換。さらにその息子である七代目の岡田拓也が、岡田屋、二木白による共同仕入れ会社として、ジャスコを設立したのが実質的な創業となっている。現在の代表は、拓也の長男である岡田元也が引き継いでいる。衆議院議員で、元外務大臣の岡田克也は、拓也の次男である。岡田拓也の、狸や狐の出る場所に出店せよとの言葉通り、郊外型の大型ショッピングセンターを中心に出店。駅前や中心街に多くの店を構えるダイエーが業績悪化する中、ライバルのイトーヨーカドーと共に小売業界を牽引している。1980年代までは連邦制経営を標榜し、提携先とは比較的少額の資本提携のレベルにとどめて、実際の運営は各社の自主的判断に任せる形をとっていたが、バブル崩壊以降は、中央集権的なトップマネジメントの強化へと、方針の転換が行われた。1990年代後半以降は、積極的な M&A と自社 PB の拡大を前面に押し出す政策をとっていたが、画一的売り場政策が顧客の支持を得られなくなったこともあり、2014年以降は、再び地域密着と地域や現場への権限移譲を柱とする地方分権的な運営方針へと再転換している。本州地区では2000年までにジャスコを運営する地域子会社の本社への統合を完了。2000年代初頭の計画では2010年頃までに九州ジャスコ及び琉球ジャスコの4本体への統合も模索した時期があったが、地域密着の方針に完全に転換したこともありにより現在では地域子会社を維持している。1997年に会社構成法適用を申請したヤオハンジャパンや2001年にやはり会社構成法適用を申請したマイカル24リテールに合併、そして2004年に産業再生法適用を申請したダイエーの再建に携わったり、地場スーパーマーケットやドラッグストアなどとの提携を盛んに行ったりと事業の拡大が続いている。なお、社名が似ている英会話教室のイオン、化粧品会社のイオン化粧品、かつて存在した業態名と同一である日医学館とは資本関係、人的関係ともにない。横浜岡田屋も創業者が同姓だったため旧姓が同じで、前身もたまたま同じ業種だったというだけである。みずほ銀行をメインバンクとしており、同行が第2位株主になっている。その一方で、財閥系、金融系の企業グループとのつながりを見ると、三菱グループとのつながりが深い。岡田拓也が岡田屋時代に視察したアメリカ合衆国のショッピングモールに感化したのを機に、共同仕入れ会社のジャスコ設立の際に合わせてダイヤモンドシティにイオンモールに合併を三菱商事との共同出資で設立し、共同でショッピングセンターの開発に関わっている。また、それらの多くを三菱グループの日本リテールファンド投資法人が所有している。さらに、コンビニエンスストア業界参入により設立したミニストップでは、資材調達で三菱商事と協力関係にある。2008年末には、三菱商事が筆頭株主になった。2007年以後は、ダイエーの再建事業の推進にあたり、丸紅とも近い関係にある。また、くしくも同じ主力業であり、かつて同業においてダイエーに次ぐ、西の雄とも言われたマイカルの支援企業として名乗りを上げ、系列下に収めたのも、やはり同社であった。近年のサブプライムショックに橋を発する不況による売上不振と信用収縮に伴う財務不安の払拭を狙い、先述の通りもともと旧ダイヤモンドシティの合弁相手であった三菱商事が筆頭株主になり、信用保管を行っているが、社債の格付けでは今もセブン&アイ・ホールディングスやユニーファミリーマートホールディングスより低いため、三菱グループの日本リテールファンド投資法人による不動産投資信託等の別の資金調達手段を多用している。木を植えています私たちはイオンですの環境活動スローガンを掲げており、2009年2月19日現在、同社は870万本の植樹を行ったと公表している。樹木の温室効果ガスの吸収効果については、樹木の種類、成長度によりかなりの幅があるが、林野庁の身近な二酸化炭素排出量と森林の二酸化炭素吸収量によれば50年生の杉1本は1年間で 14kg の二酸化炭素を吸収するとしている。同社植林事業に関するホームページの記録では、最古の記載が1998年の万里の長城森の再生プロジェクトであり、870万本すべてをこの50年生の杉と仮定することには異論があると思われるが、仮に同社の870万本すべてが50年生の杉として仮定した環境活動植樹による温室効果ガスの吸収量は12万1800トン CO2 と仮定される。一方で環境省によると同社本体の温室効果ガス排出量は81万2973トン。CO2 となっている。これに、同社の特定貨物輸送事業者としての温室効果ガス排出量を加算すると、年間に101万6973トン CO2 を排出していることとなる。この温室効果ガスの排出量は、地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定、報告、公表制度による平成18年度温室効果ガス排出量の集計結果により公表された工場、事業所7505社、輸送関係1439社の中で上位から100社以内に入る排出量であり、流通、小売業部門ではトップとなる排出量である。さらに、同社の関連グループ会社イオンスーパーセンターやイオンモール、イオンマルシェ、イオン九州、イオン北海道、イオン琉球、フードサプライジャスコ、マイカル九州の温室効果ガス排出を加算すると、190万257トン CO2 という排出量となっている。非正規雇用従業員を日本で最も多用しており、週刊東洋経済の非正規雇用が多い企業ランキングでは、2015年の調査開始以来6年連続のトップである。非正規雇用は2015年調査では22万4356人だったものが2020年調査では26万3173人に及び5年間で 17.3% 増加した。同期間の正社員増加率は 43.1% となっており、従業員に占める非正規雇用比率は減少傾向にあるものの、62.7% と依然高い水準となっている。岡田屋戦後復興店舗岡田屋四日市店2013年開業のイオンモール幕張新都心イオンの CM は通常商品やイベントなどによって CM キャラクターが住み分けられているが2010年6月開催のみんなに値下げの5日間、同年12月開催の嬉しい値下げの5日間では通常は別々の CM に出演している木下ゆきなと加藤清史郎が共演している。なお、2011年3月に店舗ブランドがイオンに統合されたことに伴い、武井咲がイオンのメインキャラクターとして起用されている。産地偽装米使用商品の販売2012年12月から判明する2013年9月までイオン674店舗で国産米と謳っていたが、実際は中国産の米が多量にブレンドされていた。中国産米が混入した商品は、弁当は112種、おにぎり35種類。プライベートブランド、トップバリュー商品も含まれ、計約1500万個に上る。イオンによれば、この問題に関して、イオンが販売した中国産米に安全性の問題はなかった。この問題をめぐり、イオンが中国猛毒米を大量に販売したなどとする記事を、週刊文春が掲載したことについて、イオンは名誉毀損であるとして、文藝春秋に1億6500万円の損害賠償などを求め2013年10月に東京地方裁判所に提訴した。イオンが請求した損害賠償金1億6500万円のうち2016年の一審判決で認められたのは約2500万円に止まり2017年の二審判決では110万円にまで大幅減額された。日清東京高等裁判所裁判長野さん弘は週刊文春の記事に誤った印象を抱かせる部分があったとして部分的に名誉毀損を認めた一方で、シナ流通小売大手に価格決定権を握られているため、納入業者に中国産を含む安価な原料に頼る傾向が生じ、その結果国民の食の安全にリスクが生じているのではないかという問題提起をするものとして、一つの良質の言論であるとし、週刊文春記事の内容は真実性があり、適法であると判断した。エスカレーター事故2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と同年4月7日に発生した余震によりイオンタウン仙台線大沢の2期、イオン仙台幸町ショッピングセンターの1期、イオン郡山フェスタ店の1期のエスカレーターが仮想のエスカレーターを押しつぶす形で落下した。当事人は乗っていなかったため人的被害はなかった。現在過去書きの3番組はいずれも1社提供。ありがとうございます。